はいえー、とではこのビデオでは、えー、教え方の注意点についてお話しします。もうこれ何回も言っていますけど一番大切なのはたくさんのインプットですね。たくさん聞いたりたくさん読んだりするということです。でこの今回の練習の中では、えー、これお願いします、えー。クレジットカードいいですかこの2つはですね4つの会話例のすべてに出てくるんですね。 で、この4つの会話を4回のタスクで全部聞くわけですから、合計で16回も聞いていることになります。それから、じゃあこれでお願いしますっていうね、これは3つの会話例で出ていますね。で、それを4回のタスクで聞くわけですから、全部で12回聞くことになります。はい。もうこれがこの大量のインプットなわけです。 でそ、えー、それからですね、あの、文系シラバスに出てくる、あの、パターンプラクティスっていうのがありますよね。えー、それと違って、このパターンプラクティスと違って、すべてに文脈があるわけです。で、その文脈に出てくるのは、花子さんとか太郎さんとか、そういう誰だかわからない人ではなくて、学習者本人がその行動を行うわけですね。えー、それからですね、あの、このビデオでは、えー あの音声を何度も聞くパターンっていうのをご紹介していますけど、えー、学習者の中にはですね、あの、文字で見ないとどうしても覚えられないっていうね、えー、そういう方も中にはいらっしゃいます。少ないですけどね、えー。で、その場合はもちろんそのスクリプトというのをお見せしても構いません。えー、ロールプレイの時もですね、えー、もし CDS にメモを見ることができればとかね、えー、そういうのがあれば、 えー、もちろんメモを見ながらこのロールプレイをするのでも全く構いません。えー、それからですね、あの大量のインプットのためには、えー、教師がですね、えー、その場で読み上げてもいい,い,いわけですけど、まあ、できれば、あのーまあ、あらかじめ録音しておいてですね、それを配ると、まあとで学習者が一人でね何回も繰り返して聞いたりすることができるので、えー、おすすめだと思います、えー。で、録音する場合はですね、 録音するためのスタジオっていう、ね、そういう施設があったりしますけどそういうのを使う必要は私はないと思いますもう最近はスマートフォンの,あの録音もすごくです、ねえー、き綺麗に録音できるようになりましたし、えー、それからあの全く雑音がないっていうことは普通、ないわけですよね、お店に行ってあの本屋さんで、ね、地図を買うときだってお店,お店で音楽が流れたりしていることがあります。 ですから、まあ、ある程度の雑音とかがあっても、それはあまり心配しないでいいと思います。もうスマートフォンでどんどん、えー、手軽に録音してしまえばいいと思いますね。えっ、ー、と、それからですね、あの、えー、ロールプレイのアウトプットのところですけど、えー、あの、地図を買うっていうこの CDS の練習をするときは、えっ、ー、と、本屋さんの店員さんのロールはさせない方がいいですね。できれば先生が店員さんで学習者が、えー、 買う人。そういうパターンがいいと思います。だけど、そのクラスによっては、あの、どうしてもペアワークとかしなきゃいけなくて、えー、それで、あの、片方が店員さん、店員さんのロールをしなければいけないっていうこともあると思います。で、そういう場合は、えー、もう店員さんのロールカードには、あの、お客さんがこう言ってきたら、こういうふうに言ってくださいっていうもう言うべき言葉も全部書いてあって、で、えー、 もうそれを棒読みするだけでもいいっていうねもうそういう感じでいいと思いますなんでかっていうとえ今回の CDS ではえ買うことができるっていうことだけですよねこれはあの本屋さんで働くことができるという CDS ではないのでなのでえ店員さんみたいに敬語が使えるとかえそういうあの難しい行動ができるようになることは求められていないからですねはいえ最後に参考文献なんですけど、えー まあ、あの、行動中心アプローチに基づいた教科書で丸ごとっていうのがありますよね。で、これに教え方のポイントっていう、まあ、マニュアルがあるんです。はい。これは、まあ、あの、参考文献、あの、実際の例をあの知るにはとてもいいと思いますね。えー、それからですね、実際の授業の例が見たいっていうことをよく聞くんですけど、えー、ここに書いてある、あの、このビデオですね。えー、この URL を、えー、クリックすると、 実際の授業の様子を見ることができます。はい。それではこのビデオはここまでになります。はい。フィルビー電源。